皆さんこんにちは。こんにちは。今日はティプルシャッセを説明したいと思います。早速行ってみましょう。0、2、3、1、2と3。0、2、3、1、2と3。はい、一度踊らせていただきました。今回ご紹介するティプルシャッセですね。種目としてはワルツ、タンゴ、スロー、フォックストロット、クイックステップ、どの種目にも使えるフィガーになっています。で、ティプルシャッセの入り方も、クローズドポジションもしくはアウトサイドパートナーですね、アウトサイドポジションからでも使えるとても万能なフィガーなんですけども、このティプルシャッセの、よくある症状としては男性と女性がかぶってしまうとか、先に行かれる、引っ張られるというような症状で、次の動き、次のステップにつなげられないという方が多いと思います。まずはじめにそのよくある症状というのをご紹介したいと思います。0、2、3、1、2と3というふうに男性と女性がかぶってしまう症状が一つ。0、2、3、1、2と3というふうに、二つ目は女性と男性が進むにつれて離れていってしまうということもあると思います。はい、今のような症状ですね、他にも足がぶつかるとか、ネックの返すタイミングがうまくいかないとか、いろんな症状があると思うんですけども、今回ご紹介したいポイントは2つあります。1つは男性側の注意点、そしてもう1つは女性側の注意点になりますので、もしよかったら最後まで見ていってください。はい、それではまずはじめに、男性側の注意点です。男性側は、このティプルシャッセですね、足を揃えるときに、今回の場合であれば0、2、3、アウトサイドから入ります。アウトサイドからティプルシャッセ、交代してシャッセに入るときに、こちらの右ホールドを置いておいたまま、置いといたまま自分の体だけ先に行こうとしてしまうと、女性からすると、先に行かれるとか、ついていけないっていう症状になってしまいます。シャドウでやるとオープンナチュラルが終わってシャッセ行かなきゃなと思った時に、ホールド置いといたままこういうふうに行っちゃうってことですね。このようにホールド置いといたまま行ってしまうと、女性はどのタイミングで出ていけばいいかわからないという動きになってしまいます。ここで男性のポイントとしては、使っている体は特別間違いではないので、この体のローテーションに自分のこの右ホールド、そして左ホールドも一緒に同じ量だけ使ってあげてくださいねっていうのがポイントになります。どうしても女性の動きを影響を与えないようにと思ってこう置いていく人がいるんですけども、これは逆に悪影響を与えてしまうので、言い方変ですけど、外回りの女性に対してほら来いよと、こっちまで動いていきなさいよっていうふうに、誘導してあげる感じ。もちろん体止めてホールドだけ引っ張るのは良くないので、やりすぎも良くないんですけども、置いていきすぎっていうのも良くないので、しっかりと体の連動ですね、上半身と、ホールドをほぼ一緒な感覚で持ってってあげるっていうのが男性はとても重要になります。感覚としてはちょっと引っ張っちゃうかもしれないっていうぐらいの方が女性からするとちょうどいいと思うので、勇気を出して踊ってみてください。0、2、3、こっからですね、ちょっと離れると1、1というふうに男性はこちらのホールドを
しっかりと運んであげてシャッセに入ってあげると女性は道を誘導されて踊りやすくなります。あまり良くないのは023ホールドを止めといたまま自分の体だけ使おうとしてしまうと、もうこのアウトサイドパートナーになった時点で女性からするとどのタイミングで動いていいかわからない症状になります。はい、続きまして2つ目、女性側の注意点ですね。女性は、今のこのティプルシャッセっていうのは男性が内回り、女性が外回りになるんですけども、外回りだからといって男性のボディの横側ですね、男性の今であれば右側の空間に行こうとするというのは間違いではないですけども成功率はだいぶ下がってしまいます。はい、女性の注意点としては男性のボディの横の空間ではなくて男性のボディを狙っていってください。ここがポイントになります。023、今回はアウトサイドから、ティプルシャッセ入っていきますね。アウトサイドパートナーになりました。ここから男性は少しずつ右にカーブしながら女性をこちら側にここに来てねというような感じで誘導するんですけども、女性は男性のこのボディの横の空間ですね、ここを狙ってってしまうと一歩目からすでに男性と女性が離れていくような感覚になってしまうので、進むにつれて遠く感じて男性から先に行かれるとか引っ張るなというようなことを言われてしまいます。女性の注意点としては先ほど言った通り男性の体を狙ってってください。オープンナチュラルが終わってアウトサイドパートナーになりました。ここから男性は徐々に右にカーブしていくので、女性の意識はこの体の真ん中ずっと追いかけていくような感覚になります。感覚としてはちょっと怖いかもしれません。男性のボディを狙っていくので、男性のボディの横の空間ではないということですね。ボディを狙っていくので、右足がぶつかりそうな感覚にはなるんですけども、勇気を出して突っ込んでってあげてください。意外と男性は避けてくれます。023、男性の横の空間を入ってってしまうと離れてしまいます。023、男性が右カーブをしていくので女性も同じように右カーブで突っ込んできてあげてください。0、2、3、1、2と3、0、2、3、1、2と3。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今のように、ティプルシャッセというのは右回転系のフィガーになります。動きからすると男性が内回り、女性が外回りになります。外回りだからといって内回りの人よりも徐々に離れていく方向に体を使ってしまうと内回りの人はやりづらくなってしまうので、女性は積極的に内回りの人に、追っかけてってあげるという感覚があるといいと思います。で、一つ目の注意点ですね、男性はしっかりとホールドも一緒に、動かしてってあげるっていうのがポイントになるので、ルーズにしているなっていう方はぜひとも練習してみてください。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回は、スタンダードどの種目にも使えるティプルシャッセについて説明させていただきました。男性にも女性にも注意点があるので、特に女性はですね、男性のリードを受けてから動くということを待ちすぎてやらない方がいるんですけども、それはもう古いので積極的にタイミングが来たと思ったら積極的に使ってってあげるっていうのがポイントになるので、女性は特に気をつけてやってみてください。それでは皆さん頑張ってください。